同負荷 IUD、パラガード T380、栄養体ホルモン負荷 IUD、ミレーナ。ユスに分類される場合もある子宮内避妊器具は、子宮の中に留置して用いられる避妊器具である。かつては他にも呼び方があったが、現在は IUD に統一された。一度留置すると5から10年継続して、効果を発揮し、妊娠回避効果も高い。 ホルモンを放出するタイプは月経困難症や月経型の治療にも使用される。紀元前4世紀の医者ヒポクラテスは動物の子宮に異物を入れると否妊効果があることを発見し IUD の先駆者と考えられている。しかしながら現代的な子宮内否妊は1928年にドイツのリヒャルトリヒターによって始められたもので、 以後効率と持続期間の改良が重ねられている。IUD には、科学的に不活性な銅タイプとプロゲスティロンを放出することで機能するホルモンタイプの2種類がある。例えば、アメリカ合衆国では、銅タイプのパラガードとホルモンタイプのミレーナの2種のみが製造されている。イギリスでは7種類の銅タイプの IUD があり、銅タイプのもののみが IUD と呼ばれている。 ホルモンを用いる、子宮内での否認は、IUD とは別のものとみなされており、子宮内否認システムと呼ばれている。ミレーナは、月経型、月経困難症にも適応が認められている。ホルモンを用いない、非活性の IUD の大多数は、ポリエチレン製で T 字型をしており、純粋な銅の電解ワイヤーが巻き付けられているか、銅製の襟もしくは、袖が取り付けられている。 一例として、パラガードの水平部分は 32mm、垂直部分は 36mm である。のが T380 のような一部の IUD では、線の破損を防ぐために、純粋な銅線に銀の芯を入れている。フレームの腕の部分が、器具の子宮の底部近くの位置を保持する。ガイナフィックスのように、T1 型はなく様々な銅のチューブからなる輪となっている、ものもある。 すべての同負荷 IUD の名前には、同を含む部分の表面積を平方ミリメートルで表した番号が付けられている。ホルモン剤を使用しない、同負荷 IUD は授乳の際にも安全であると考えられている。第2世代の同タイプの T 字型 IUD 全体での避妊失敗率は1年あたりで1%、10年通算では2から6%である。 世界保健機関が行った大規模調査では T380A の12年間通算での否認失敗率は2.2%、1年あたりでは0.18%であり、これは10年間で1.8%の失敗率となる。フレームなしのタイプであるガイナフィックスでは失敗率は1年あたり1%未満である。世界的に 有効性の劣る旧式モデルの IUD はもはや、市場では生産されていない。2015年の研究によると、子宮内膜増殖症において、黄体ホルモンの飲み薬である、蛍光プロゲスチンと治療装置を、子宮の中に置いておくことで、黄体ホルモンが装置から放出されるようにする、レボノルゲストレル放出子宮内システムの治療を比較して、LNG ユスの治療の方が、 子宮摘出術の件数が少なかったという結果が示されている。IUD には性感染症や骨盤内炎症性疾患の予防効果はない。IUD は外来にて無麻酔で留置され、月経開始後7日以内の装着が適切な期間とされる。IUD の子宮への装着と除去は、その国や地域で定められている、医療上の基準を満たしている必要があり、 例えばヨーロッパにおいては CE マークを取得しなければならない。日本では産婦人科が行うことになっている。IUD は妊娠を望まない間は子宮内に留置される。ただし連続して留置できる期間は各製品によって定められており、日本ではマルチロード 250R は3年ごとの交換、ノバテ三3 8 0は5年ごとの交換で、 認可されている。IUD には細いワイヤーが取り付けてあり、それが子宮口より出るようにアプリケーターを使用して留置される。除去するときは端監視でワイヤーを牽引し、IUD を子宮口から取り出す。留置後は直ちに否認効果が期待できるが、適切な位置に IUD があることを定期的に確認する必要があり、例えば、 マルチロード CU250R という製品は6ヶ月ごとの婦人会の受診を推奨している。レントゲンに映るように IUD 本体に硫酸バリウムが添加されている製品もある。子宮内に器具が存在することで異物への反応の一部として子宮内膜からの白血球とプロスタグランジンの放出が促進される。これらの物質は 生死と受精卵の双方にとって有害である。銅の存在は生死を殺す効果を高め、また受精卵の着床を妨げる。2001年の時点で IUD は科学的な否認手段の中では世界で最も多くおよそ1.6億人の女性が使用している。ただしそのうちに3は中華人民共和国の女性である。中国では 不妊手術よりも多く用いられている。主な有害事象としては、IUD が、子宮から飛び出してくる活脱、子宮先行、骨盤が炎症性疾患、S 状結腸炉、挿入後の子宮や、卵管の感染症などがある。副作用は不正出血、下腹痛、性膠時の痛みなどがあり、ある製品では総症例1047例中600に、 例に使用に関係する副作用が認められ、主な副作用としては、月経以上269件、片月経136件、月経中間期出血120件、腹痛116件、頭痛111件、腰毛108件等。同もしくはニッケルに過敏な女性の場合には、IUD の副作用が現れる懸念がある。 IUD に使用される金属は99.99% 99が銅であるが研究によれば最大で0.001%のニッケルが含まれる。ニッケルはアレルギー性が高いためこれほどの少量であっても問題を引き起こす可能性があると一部の研究者は示唆している。銅とニッケルを含む IUD を装着している患者のグループに全身的吸収による 湿疹性皮膚炎や人魔疹が見られる場合があることをいくつかの研究が示している。しかしながら、IUD から1日に体内に吸収される金属の量は食事による摂取量よりもはるかに少ないため多くの皮膚科医たちはこうした症例での症状が金属の過敏症であるかは疑わしいとしている。出産を経験したことのない女性は 副作用のリスクが高くなるが、このことは IUD の使用を忌避する理由とはならない。一部の医療専門家は挿入時に妊娠していないことを確認するために月経中に IUD を挿入することを好む。しかしながら、妊娠中もしくは受精の可能性がある時期を除けば、IUD は月経周期のどの時点でも挿入可能である。子宮頸部が自然に広がる。 月経中期に挿入を行えば、より楽である。通常使用できないケースは、以下の通りまた、心疾患や心臓弁膜症の患者には、慎重な使用が求められる。世界保健機関と、その、否認薬使用のための医療的適格性基準及び、英国産婦人科医師会、家族計画とリプロダクティブヘルス部会は、IUD の挿入が推奨されない条件と拒避される。 条件を定義した以下のリストを作成している。理論上、もしくは立証済みのリスクが IUD による恩恵よりも大きいと考えられる条件 IUD の挿入に許容できないリスクが伴う条件 IUD の有効性は受精卵の着床の妨害作用も大きく寄与していると考えている。このため受精を生命の開始と定義している人々や 妊娠中絶に反対する人々の一部は IUD の使用を妊娠中絶の一種であるとして非難している。ありがとうございます。